はい、皆さんこんにちは、ポンマルです。今回はですね、必中必殺チョコレートガチャ、これのね、80連目のガチャを、引いていきたいと思います。で、こちらは、記念星5キャラが1体確定するという、そういう内容になってますね。で、一応内容なんですけども、全部で8体のキャラクターが、出るようになってますね。内容に関しては、こちらですね、孫悟空、シャンクス、オールマイト、白夜叉、ゴン、キルア、ナルト、リョーバ、この8キャラのうちから、まあ、1体確定で出るようになってますね。でね、白夜叉とナルトとリョーマはもうすでに手持ちの中にありますんで、できれば出てほしくないかなという感じなんですね。前回の動画もね、ちょっと出したんですけども、前回の動画はね、キルアとシャンクスと、イテザのセイヤとオールマイトの、やつだったかな。それに関してはね、ちょっと説明欄に URL を貼っときますんで、そちらご覧いただければと思います。さて、じゃあ必中必殺チョコレート、引いていきましょうか。ナルトとね、白夜叉とね、龍馬以外だったら、何でもいい。8分の5ですね。悟空かシャンクスかオールマイとかゴンかキルアか。ああ、今回は出てほしいなって感じなんだけどね。じゃあ引いてみたいと思います。じゃあ記念キャラ何が出るでしょうか。頼む、本当に頼む、今回はお願いします。ああ、かぶり臭いな。なんか星5ね、星5は分かってる。大事なのはここからですよ。何が来るか。あー、来た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 んじゃないか、これ。来ましたね。今回は、シャンクスでしたね。で、残りはまあ全部星4なのですね。星4確定ガチャですよね。いや、でも星5がもう1個ぐらい混ざっててもよかったんですけど、まあまあいいでしょう。今回の、結果なんですけども、シャンクスでしたね。あ、かぶらなくてよかったわ。でね、まだね、赤座の超究極に関してはね、まだ倒してないので、これ役に立つのかなというところですね。じゃあこれからこのシャンクスを、まあ、大事に育てていきたいと思います。じゃあ本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。